詩人の死ぬや悲しある日の芥川龍之介が救いのない絶望に沈みながら死の暗黒と性の無意義について私に語ったそれは語るのでなくむしろ訴えているのであったでも君は後世に残るべき著作を書いているその上にも高い名声があるふと彼を慰めるつもりで言った私の言葉が不幸な友を逆に刺激し 真剣になって怒らせてしまった。あの昇進で、はにかみ屋で、いつもストイックに感情を隠す男が、その時顔色を変えて激しく言った。著作名声そんなものが何になる。ドイツのある風天病院で、妹に看病されながら暮らしていた晩年の寂しいニーチェがある日ふと空を見ながら、狂気の頭脳に記憶をたぐっていった。俺も昔は、 少しばかりの良い本を書いた。と。あの傲願不尊のニーチェ、自ら称して、人類史以来の天才、と豪語したニーチェが、これはまたなんとかなしく、痛々しさの目にしみる言葉であろう。そばに泣き濡れた妹が、兄を慰めるために言ったであろう言葉は、おそらく私が、前に自殺した友に語った言葉であったろう。そしてニーチェの答えた言葉が、同じようにまた。 ろろな悲しいものであったろう。そんなものが何になるそんなものが何になるところが一方の世界には彼らと人種の違った人が住んでるトラファルガルの海戦で重傷を負ったネルソンが軍医や部下の幕僚たちに囲まれながら死に臨んでいった言葉は有名である世は祖国に対する義務を果たしたとビスマルクやキンデンブルグや 伊藤博文や統合大将やの人々がおそらくはまた死のとこで静かに過去を回想しながら自分の心に向かっていったであろう。世は世のなすべきすべてを尽くしたとそして安らかに微笑しながら心に満足して死んでいったそれゆえにことわざは言う鳥の死ぬや悲し人の死ぬやよしとだが我々の側の地球においては それが逆に隠立されアクセントの強い言葉でもっと悩み深く言い換えられる人の死ぬやよし詩人の死ぬや悲し。